地球をぐるぐる照らすマリコチャンネルです。みんな元気？はい、今日はですね、京都の、お土産の話はい、娘にもらってお母さん早く食べないと賞味期限切れちゃうよって言われ食べます。実は虫歯だったもので食べれませんでした。はい、少し良くなったので食べていきたいと思います。可愛いんでこれ京都行きたいな。過ぎないかな。ちょっと小さくする。かわいい、かわいい、かわいい。かわいいぞ。京都の皆さん、見てますか？マリコチャンネルは大阪の人が多いですよ。ちょっと上げるかな。上すぎるな。おいしょ。でもなんかオレンジの味とかしないな。ちょっと舐めたいな、やっぱりね。いつもね、こうやって箱を調節しております。いいかも、いいかも、いいかも。マイクちゃん、はい、ちょっともう少し入れてみよう。うっ、入れすぎた。やっば。
近さ、久しぶりだね。おーい、光っちゃってな。黄水色なんだけど、ほら、ワクソこんな感じ。ここ、アジサイです。落眼っぽいのかな。食べれないな。これかわいい。これかわいい。京都かわいいね。髪をめくる音がいいよね。白あんだ。どこなのかな、これ。高野屋かな。よく読めない。透明か、高野屋の和菓子だって。光っちゃった。
に上品な甘さです。抹茶苦くてちょうどいい苦い苦い。芝のため食べきれません。あとお手伝いアンジュちゃんに歌手陣にあげたいと思います。リアルな歯医者に行ってきたので、また歯医者さんのカバコさんの動画でもあげたいと思っております。お楽しみに。See you. Hop on.